おはようございます。本日はですね、今から。本日はですね、今からですね、FM802 のフリーマーケットがあるので、そちらに行きたいなと思うんですけども、こちらが大阪の万博っていうところにあるので、そこに今から向かうわけなんですけども、一応撮影日が、昨日が野球に行ってたんですけど、おかげさんでですね、体がバキバキで、そこら中がなんか筋肉痛やったり、スライディングでケツが打って、ケツが痛くなったりしてるんですが、まあゆっくり行きたいなと思います。では行きます。それではですね、まず遠出する前はセブンイレブンに寄って、コーヒーを買いに行きたいなと思います。はい、それではですね、あれから大渋滞でなんとか駐車場止めれたんですが、もうまだ10時半なんですが、もうそこら中がもう満車でしてね、ギリギリ止めれたっていう感じなんですけど、ちなみに今日はまたサングラスの紹介はします。絶対この動画でも聞かれると思うので、サングラスは3つか4つぐらいあるのでその紹介はするんですけど、これは嫁蔵と一緒に、ハワイに行くため用に買ったサングラスです。入場料は250円です。これが250万円ずつですね、太陽の塔。いや、入園しました。この坂登って橋に渡っていくね。あ、そうですね、こちらです。今日はですね、こういうフェスとかイベント系のスタイルとしては、サンダルにほんまサンダルじゃない方がいいんやろうけど、サンダルにパタゴニアの、水陸両用にで速乾性のあるナナミカの T シャツです。いい天気やな。暖かい天気、めっちゃ楽しそう。で、何よ。いや、綺麗な動画、映像いるかなと思って。どうせモザイクかかるわ。あ、そっか。はい、それではですね、だいぶ近くまで来ました。こんな感じで賑わっております。じゃん。これはお茶の列ですね。お茶を入れてもらえる感じです。でその奥には、大阪の名物、太陽の塔、岡本太郎先生の太陽の塔です。うわー、唐揚げのいい匂いがしてる。やばい。高槻バーガーとかもあるで。なんか食べたやつあったら行こう。うわ、あそこあるやん。あれやろ、うん、もちポテやろ、うん、食べる、食べるよ。じゃあまずこれいきたいと思います。もちもちポテト、もちもちポテト。すいません。はい、ありがとうございます。よかったな。あっこい。うん。これはですね、皆さんぜひ来たらこのもちもちポテトを食べてみてください。全然もちもちじゃないんですけど、サクサクで美味しいです。この洋服とかなんかいろいろいっぱいフリーマーやってますね。ピュアとかもあるで。前水着持ってたよね。売ってたかな。売ってた、売ってた。おまけまでくれてる。はい、見てこの名前だと思います。今治タオル安く買いました。よかったらネットショップもナンバーとしてもあるんで見に来てください。なんか何回でやってませんか。あ、そうですそうです、ね、何回ナンバーの方で来てもございますので、ぜひご利用ください。安くなったらカードもくれたよ。え、そうなんや。あ、こちらハンドタオルプレゼントさせていただきます。ありがとうございます。ガッキー、ガッキー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。タオル買いました。皆さんテントを並べてですね、休憩してますね、後ろで。シャレバーで、シャレコップとかもあるで。ほんで本当だ、シャレてるな。またイベント等やってるんで、
あ、カフェとかやってるんですか、普段。はい、しかも、これ今度行くとこじゃないの、明日。あ、ほんまや。いいさんだけこのおしゃれな感じで。なんかパンツ言うとったな、さっきそういや。あ、パタゴニアのやつあったで。あった、あった。チープ価値を1000円やって。へぇ、時計つけへんからな、俺。で、あの歌詞を1本あったら、それで十分やん、ね、あったら。あ、バンズとかあるやん、こんなのこ。メンズバッグ撮影です、どうぞ。お前、安なってる。もう1台 GoPro よかったら買ってくださいだいぶお買い得になってるんで。いかつい、はい、白なんでね、白飲んでもらった。最近出ましたもんね。はい、最近出たばっかりで。ちょっとどっちかって奥がお店屋さん、真ん中は個人っていう感じかな。梅蔵さんは無事あの水着買いました。その水着を買ってどこに行くの？ハワイ。場置いといて、どこに行くの？そこは一旦置いといて。グアム。海外は置いといて。沖縄。本州で言うたら？皆さんも近場やんけど、水戸の裏あたりの。もしかしたらあの水着を着て磯の裏に似てるかもしれないです。どう？おいしい。久しぶりに食べたかき氷。ライス単品は300円、限定のあらかじめ。はい、それではですね、あのカレーの前まで来たんですけど、めちゃくちゃ人並んでるので、あのちょっともう並ぶの嫌やなっていうところで、カレーは食べずにどっか外出てお店食べ、ご飯、昼ご飯食べに行きたいなと思います。で、嫁蔵はですね、嫁蔵にラーメンでも行こうかって言ったら、なんかおしゃれなご飯食べたいとかわけのわからんこと言われて、えっって言って、おしゃれなご飯って言って、ほんでとりあえずおしゃれなご飯を探すんですけど、この後おそらくおしゃれなご飯食べてる映像になると思うんですけど、何をもっておしゃれなのか僕は分かりませんが、とりあえずおしゃれなご飯に行きます。えっって言って、おしゃれなご飯って。では行きたいと思います。行ってきます。はい、それではですね、あれから、おしゃれなご飯を食べるためにですね、ちょっとフラッと移動してきて、結局ラーメン買いちゅうのするか行ってきます。近かったな。はい、それではですね、ラーメン食べてきました。嫁蔵さん、ラーメンどうでしたか？美味しかった。実はその後ラーメンの後にクレープ屋さんに行ってクレープも食べてるんですけど、この人は。僕はアイスコーヒーを飲んで終わりたいなと思います。でですね、つい4月のですね、僕のオンラインサロンの飲み会で大阪で飲んだんですけど、その時のお釣りで700円ぐらいお釣りもらったんですけど、あの皆さんから。でそのお釣りで嫁蔵の水着を買わせてもらったというところで、皆さんのおかげで嫁蔵の水着が買えました。どうもありがとうございました。ではですね、運転も始まったので、この辺でお別れしたいなというふうに思います。では見てもらってありがとうございました。